あのラッシュを2回連続スルーするようじゃダメだわ。絶対に許さないからな。俺は絶対に許さない。明日絶対にラッシュにぶち込んで爆連させて大阪に帰るぞ。俺は絶対に許さない。帰ると言ったけれど俺は寝カフェに泊まってもう一日過ごして明日勝負の日だ。僕は帰ろうと思いました、大阪に。だけれどもこの店でやられた借りは絶対ここで取り返せないといけないと思うんです。なので私は行きます。やられた店でやり返す、それが礼儀っつうもんだろな。ああ絶対にしばき倒すかんな。震えて眠る店長よ。パチスロのリゼロは稼働ゼロですね。パチスロのリゼロ何にも回ってねえわ。でも有利感ランプついてる。でもあえて有利感ランプをこの店つけるからな。設定変更してでも有利感ランプつけるから。いやそんなんはどうでもいい。リゼロのパチンコだ。行くぞ。戦え、後悔があろうと、廃魂に打たれようと戦え、戦うのだ、抗うのだ、己に人を定めたのであれば、一秒も、刹那も諦めず、見据えた勝利に貪欲に食らいつけ、まだ勝てるのなら、まだ指が動くのなら、まだ牙が折れていないのなら、
三連続スルーか。三連続でお前スピースルーすんのか。お前420回転のお前100分の1引けないっつうのか。そんなことあってたまるかよ。3万500円、601回転、これ取ればまだまくれるぞ。頼む上院、あのバカどもに続け。お願い、本当にお願い。来るしからの追撃ビルヘルムがないと勝てない。苦しい緑まで削ってからの追撃ビルヘルム追撃ノーマーがいんだ。最低のビルだぞ。投資3万2000円、これ出し取れば負ける。君は私を探します。タイマータイマータイマー盛り上がったか。見過ごせる状況じゃないの。そこまで。鬼が勝っただろうな。つなぎ止めたな君のためなら手に変えるな。
待ってください。支援するぞ。先バレ投資は4万4000円、285回転外れだぞ。俺突破すればまだまくりはある。でも外れの計算時代はめちゃくちゃ低いらしい。ヘルの煽りがあるからビリが最後出てくれると信じて外れていきます。ケイラは恥に溺れるためにここまで来たのか。いや弱いな、しょっぱなもうビルがいないじゃん。おしょっぱな来るし、あるぞ。これ今までに見たことないこのパターン。来るしかないの追撃ビルだろ。なんでそこで。先バレ来た時は、俺まで3回連続スルーしてんだぞ。
4回連続お前スルーって、お前何回転スルーしてんだ。7800回転スルーすることになるんだよ。100分の1ぐらいお前700回転もハマるわけねえよな。さすがに取るよな。ひどい、ひどいわ、ひどい、ひどい。みんなひどいと思わない？2日間、2日間打ってリゼロ ST4 回取って4回とも駆け抜け。しかもさ、だって普通に考えて、その5回前の ST 最後144回転スルーしてるってわけなんですよ。絶対前の ST って終わるときは144回転スルーしてるんですよね。まあみんなわかるじゃないですか。その後4回連続144回転をプラスでスルーしてるんですよ。トータル720回転100分の1を引けてないんですよ。720回転も100分の1引けてないんですよ。99分の1。こんなことある？こんなことあります？皆さん、日本記録だよ。絶対に日本記録だわ。4回連続 ST する、かつ前回の ST も最後144駆け抜け合わせて720回転、リゼロ720回転スルーしたこと連続である人、写真待ってます。 Twitter の DM までよろしくお願いします。あと僕は日本記録を更新しました。リゼロの ST 駆け抜けスピード2分切りました。2分切った。あんだけやっとね、当たった、やったー、やったーって言ってやっと手に入ったラッシュ ST、 2分で終わる。2分間、最初はワクワクあるよ。30秒経った時も不安だよね。まあ不安がその通り形になって現れるよね。そして結果として現れるのは3000という文字と2分。負け。負け。未来風がそっと。